旦上に逃げさせてもらってからのこうでしょ。いいよ立ち回り、こうやってこうやってこうで、あ、これが新しいアフガン、やばほい、はい、こんにちは、グリードです。コールオブデューティーモダンオフェア3ついに発売いたしました。キャンペーンにマルチプレイヤーにゾンビモードにかなりの大ボリュームとなっておりまして、容量の方が 100GB を余裕で超えております。皆さんね、お気をつけください。今日はマルチプレイヤーの方を初見でプレイしていきたいと思います。シリーズとして初めてね、武器が引き継ぎになってて、もう武器の数が過去最高100種類以上ねあるみたいです。そして旧モダン2のね、名作なマップたちが復活と、その他ベータからどれぐらい変わってるかちょっとね見ながらやっていきたいと思います。さあピンよし来ました。うおーうおー来たー、ターミナル、めっちゃ綺麗になってる。ターミナル、バーガーキングっぽいね。バーガーショップもありますね。確かコラボ発表してたよね。ドローン出して、とりあえず初期クラスですね、ARMTZ かな、使っていきましょう。あ、めちゃくちゃ綺麗だな。 OK、なんかベータの時より視認性というか、グラフィック上がった？気のせいかな？あ、だからクソイムクソイム。グラフィックは綺麗になってるような気がするけど、多分もしかしたらこれは気のせいかもしれないですね。待って、こっち誰も見てない。赤点あるね。OK。UAV ゲット。指出すよ。こっちから来るね。OK。1枚やって。ドローン出して、ちょっと集中しようか。いけるねこの武器。さあオールキルストリーク、敵はまだこっちから来るかな。ドローンも出して、 OK。 待って、右湧いてる、その脇、奥脇知ってる、覚えてる覚えてる。よし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 、めっちゃ連キル続いてるぞ。よし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 、ちょっとリス変わったけど、ちょっとリスやばいリスやばい。あーあー、さすがに無理か。いやー、まあ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 、キルストリーク出たんで僕湧いてますね。いいよー、後ろ腰打ちで、多分ここ一旦降りようか、一旦降りようか。ここ登って、この頭らしい、下にいる。ん？もう一人？ダブル？ちょっと上、近いから先に排除しに行こうか。オッケー？よしよしよし。このマッパは経験してますからね。よし、オッケー、いいね。めちゃくちゃいいぞ。あ、ここ。ここ、ここ。このポジション。で？よしよしよし、これはグレー入れてみるか。一旦下がって、そこ来るね。うわー、今のエイムちょっと右にずらしておけば、風爆あんま当たんないかな。おお、やりに来る。あ、でも勝っちゃうんだな。スライディングキャンセルがより、タイムラグがなくなったというか、よりスムーズになったという話を若干聞いたんですけど、どうですかね。あ、これ、アーカードか。え、モダン2のコラボスキンのやつだ。いやー、なんか、改めて、ね、実際に目で見るまで、実感できなかったけど、モダン2のスキンとかがさ、あるっていう武器もそうだけど、すごいことだな、これは。ね、今までシリーズではこういう引き継ぎっていうのはなかったから。オッケー、トリプル。うわ、惜しい。あれ、なんかキルタイム短くなった。本作ね、体力150なんだけど、なんかベータの時より溶けるような気がするような、気のせいなのかもしれないですけど、全部気のせいかもしれないけど。ジャンプ値、おお、ナイス。おお、46キル21確保か。いや、いいね、いいね。
今のところベータの時よりマップがすごく明るくて、なんかグラフィックより綺麗になったような、最適化されたのかな、なんかそんな感じもする。カスタムクラスね、解除しました。あ、いや本当に本当にモダン2の武器があるよね。 MP5 もありますね。モダン2の武器だね、この辺は。うわー、すごいなこれ。とんでもない武器の数だぞこれ。今回の射撃場ですね。射撃場で、おお、めっちゃ広い。あ、すごく射撃場は綺麗になった。アップグレードしてますね。予算を感じます。さあ、これモダン2のタック56なんだけど、スカーだね。スカエル。あ、音ちょっと違う。いや、あ、一緒か。音一緒だ。MP5 も？ああ、音完全に一緒です。あ、使用感も全く一緒だ。前作のお気に入り武器も使えると。はいはいはい。はい、というわけで、サブベースのハードポイントやっていきましょう。武器は初期クラスの SMG ですね。そこ赤点あったけど、倒していって。さあ、こっち側だと思います。これ上登って。いやー、綺麗になりましたね、サブベース。このマップってね、本当に見にくいマップだったからね、敵が。なんかね、ちょっとこう、霧がかかってるというか、吹雪が吹いてたんだけど、すっかり晴れちゃって、まあ。いいよ。こっち側押さえて、まだ来るかな？それとも、エリアやっちゃった方がいいかな？エリアやっちゃいましょうか。よしよしよし。センターから来るかな？よしよし。この SMG クソ強くないか？ちょっと待って。初期武器なんだけど。初期武器めちゃくちゃ強い気がする、これ。よし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 。はい。こっち湧いてる。裏取ってカットしていくよ。これ裏取りしようとしてくるんじゃないかなと思ったら本当に来た。なんか下にいるので、そいつやっちゃうでしょ？ほいほいほい。エリアに出してる間に僕はこっちから。うわー、全滅だー。で、攻撃ヘリ出して、あれ？ここ、あ、あった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 。ここね。ここに窓があるので、やられてる。オッケー。正面。いやー、まだいるか。これカバー欲しい、欲しい。ナイス。おっと、置きフラグ？こっち来るね。まだ来るね。やばいやばいやばい。いや、ここ数やばすぎ。やばい、生きてるこれ、生きてる。ああ、マジか。いやー、まだ耐えれそうだったな、うまいことやれば。よーし、多分ここ登れそうじゃない？ほら、前だったらいけなかったとこ。さあ来ました、アフガンハードポイント。よし、行くぜ。ちょっとゴールド迷彩つけてきた。多分これモダン2の迷彩だったと思う。おっと、危ない。いいよ。ここはね、あの、ウォーゾーンの、ね、マップの一部として使われてるので、よいしょ。実はちょっと見てたりする。おお、今の勝っちゃうか。さあ、こっち裏取りしちゃおうかな。一旦入れて、手前は当たらない。よし。よし、いいね。右赤点多数。どうだ？顔は出してこないか？こっちもちょっと危ないか？おっと、これは結構危ない。うお！よし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 。もう弾が6発しかねえや。指で確認？なんか、このマップ、めちゃくちゃ綺麗じゃね？あれ、なんか、このマップだけグラフィックやけに綺麗だな。なんか、力入れてる？ここだけ。異様に。やけに綺麗っすね。こっち来てる。危ない、よかったな。
よしよしよし。テンポめっちゃいいね。よしよしよし。オッケー。まだの。オッケー。いいよ。いいよ。どうなったこれ。うわあ、今でも当ててたからな、ワンチャンあったな。いや、ハードポイント、アフガン面白いね。当時ハードポイントさ、なかったからさ、そもそも。ダブル。おお、これさ、飛行機上の登ってどうにかできたりとかできたりとかしちゃうね、しちゃうね、これね。でこれ飛び降りて UAV で確認、内側じゃなくて、あ、これ上登ろうとしてる。ナイス。ちょっとグレが来たんで、一旦上に逃げさせてもらってからのこうでしょ。いいよ、立ち回り。こうやって、こうやって、こう。で、あ、これが、新しいアフガン、やばほい。よし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 。いや、マジで自由度と上がってるマップの。古いマップとは言わせないよ、これは。よし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 。結構頑張ってはいるんだけど、ボコボコなんですよね。なんか知れる。惜しい。わあ。結構頑張りましたけどね、ボコボコでした。このゲームね、旧モダン2のインタベがあるんですよ、スナイパー。そしてこのスナイパーのバンドルに、昔の、モダンオフェア2の音に、変更できるバンドルがあるから、ちょっとこれ使っていこうか。どう？おお、え、よし、どうすか、どうすか、これ。もう完全にモダン2、昔の。やばいやばい、ここまずいぞ。ほい、ほい、浮いた気がしたけど。ほい、当てた。ほい、うまい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 。まだいけるよ、このレーン。外す。ワンダウン、いいね。反射か。一旦逃げて。お、うまいよ。うまいよ。もともとここね、1v1 用のマップでしたからね。だからめちゃくちゃ狭いんだけど。うまい。うまいよ。あ、惜しい。これ後ろ湧きそうだな。湧いたね、湧いたね。予想通り。よし。で、リスが変わったということは、あぶれ、ブリックショットでも狙っちゃうか。よし。よし。よし。え、当たりすぎて怖い。え、当たりすぎて怖い。おい。まあ、やってることイモスナなんですけど。プレイした感じ、ベータの時よりも、グラフィックがなんか、より最適化されてるのと、武器良し、ね、武器も引き継ぎで、アタッチメントも引き継ぎで、操作感もね、変わらず、そのままの感覚でやれる。で、マップも旧作の名作マップたちが復活してて、マップ良し。あと、グランドだったり、ゾンビモード、ウォーモードもあるし、いやー、今のところめちゃくちゃいいです。ただね、昔のモダン2のマップってね、ちょっと難しいです。その分戦略性が上がってて、まあ、マップ覚えると楽しくなってくるんだけど、今作初めてだったりとか、BOK のマップに慣れちゃってる人は最初、
戸惑うと思う。なんだこのマップって思ったりするかもしれませんが、まあ覚えてきたら楽しくなってくると思います僕は。これからモダン3の動画どんどん上げていきますのでよろしくお願いします。次は設定動画になるかなと思います。それではお疲れ様でした。